あれちょっと撮影して大丈夫？家から久しぶりに出たような人だよね、あれだったら。やば、いや、あれっすか？いや、竹本だ。あれだ。はい、ということで、始まったんですけども、急遽ある意味もう緊急で撮ってる感じにはなってるんですけど、うんうんうん、どうしたんですか、なんか物々しい空気言ってたね。はい、もう本当はね、うん、パンチパーマかけてきたいくらいでしたよ、今日。あ、じゃあ、どうぞ。いやいや、ちょっとやめときますけどもいや、本当ね、今日ね、笑い事じゃないのよ、マジで、あんた、本当に今日笑い事じゃないよ。どうしたどうしたどうした。今日ちょっと前から話してたけど、俺さ、うん、粘着されてるじゃん。まだされてんのよ。え、あの最初の頃多分2週間前くらい言ったじゃん、うん、ちょっとなんかアンチからめっちゃコメントくるみたいな、うん、ずっとされててマジで。簡潔に言うと、うん、今日、うん、アンチここに呼び出してる。本当になんかもうずっとさ、俺に対してなんか、うん、お前遅いのに偉そうにしてんじゃねえよ、うん、みたいな。あ、そんな内容だったんだ。そうとか、なんか、お前だったらどの距離で向かってるから俺と勝負しろよみたいな。え、逃げんねん、めちゃめちゃ来るわけ。さすがに最初は無視してたんだけど、しつこいから、うん、じゃあ YouTube 出てくれるんだったら全然やりますよって言ったら、いや、じゃあいいよ、出てやるよみたいになって、うん、今日なんですよ。今日呼び出してるんですよ、この後マジで、マジで、まあ、来るか分かんないよ、実際ね。まあ、確かにね、こういうやつ来ないじゃん。そんな人映りたくないでしょ。いや、そうなの。だからそこもちょっと確認しないといけない、うん、あの、うん、ちゃんとモザイクなしで映すけど大丈夫ですかとか言いながら、で、まあ、うん、今日勝負なんだけど、うん、まあここちょうど300トラックだから、うん、どの距離でもいいよって言ってるから、お300で勝負してやろうかなって。お、俺の土俵ね。おう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 、そこで任せて、なんかまあ負けたら何でも言うこと聞いてやるみたいに言うから、もうそこで土下座させてやろうって思って。へえ、それはなんか総力とか聞いたりしたのそんな温厚なやり取りだな。じゃないんだね。全くだ、走れるやつかも分かんないし、どんなやつが来るかも分かんない。その、あ、じゃあバチバチに言わせるぞぐらいの。そうそう、おっさんが来るのか、うん、まあ、果たして女性なのか。あ、それもわかんない。わかんのかな。でもなんかマッチョなヤバいヤンキーみたいなぐらいのかもわかんないさ。マジで読めないそこ、ね、あのプロフィールっていうか、あの写真見ても、うんうん、載ってないから。うーん、緊急でいつもと違う感じの動画になりますけど、まあ、皆さん今日は僕を応援してください。マジでマジで来るかわかんないんで、まあ、一応今撮ってるけど一応ね、うん、まあ、来たらまた動画回していきたいと思います、うん、はい。ポップライン、ポップライン。ほんまでも撮って大丈夫だよ、そんなやばいやつ。こうなってきたわ。実際来ないと思うんだよね、そういう人。来なくね、絶対来てさ、判別つくの。いや、わかんないし、格好とかもなんとなく、その種類とかもない。そんな平和なやり取りしてない。まあ、おい、てめえとかのやり取り、はいはい、だからこっちはスタンスで、ちょっとこの場に違和感がある人が来る可能性はあるとかいうことな。どんな人来るかマジで読めない。まあでも、言うて公園に近いところだから年齢層もわかんないよな、正直。なくなるもん。欲しいでしょちょっと待って、あれちゃうよな、あれじゃないよねあれじゃないよね。ちょっと一応回すな、うんいや、あれちょっと撮影して大丈夫。家から久しぶりに出たような人だよね、あれだったら。やば、いや、あれっすか。いや、あれだ、あれだわ、あれだわ。あ、今乗ってったな。ちょっと行こう行こう行こう。行く？いや違うかもしれない、まだちょっと。え？行ったよね。おい、竹本。言ったな。言ったな。言った。ちょっと行こうか。まだ良かったよ。まずとりあえず大丈夫だ。大丈夫。喧嘩かけそうだ。それ最悪何かったら大丈夫ですか。俺が何とかしますよ。大丈夫かな、いましたね、心配しかないわ。こんにちは。お、竹本。え、ちょっと確認したいんですけど、僕のアンチさんですよ。そうだよ。DM のやり取りしてた。ああ、そうだよ。あの、一応、ちょっと YouTube 撮ってるけど、本当大丈夫。大丈夫。乗ってんだろう。そう。ね、めっちゃアンチでしょ。すごいね。めっちゃアンチでしょ、うん、なんで俺のこと嫌いなんですか。お前、足も遅いのに。ああ、なんか息散らかして、お前 YouTube のおすすめに出てくるジェート出んの。それはごめんごめんなんですけど。そっか、おすすめ出てきちゃうんすか。出てくるに決まってんだ出てくるに決まってもないよ。全然いっぱいいるもん、 YouTuber さん。アンチっていうのはその見ちゃう、見ちゃうっていうのもある。ただワンチャン俺
あれポップラインのアンチかもしれない。やばいな。え、うん、俺らのことワンチャン好きになる可能性もあるの。ねえ、そんなあらねえだろ。勝負したいみたいな感じだ、お前みたいなやつで、みんなになんかその、うん、恥ずかしめたいみたいなことでしょ。負けるところを、ね、全世界に配信してやる。まあ確か YouTube だからね。おはようございます、ポップライン萩原です。本日は竹本へのドッキリ企画でございます。これね、はい、竹本になんか DM めっちゃ来たみたいなこと言ってたじゃないですか。そうですね、はい、言ってましたね。あれは僕がアカウント作った、はい、架空の人物です。偽アカウントを作って竹本に DM を送って送りまくってました、アンチとして。で、今日実際ね、はい、彼対戦してもらうんですけど、うん、それも僕たちの仲間です。なるほどなるほど、そうですね。はい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 、今日来ていただいてですよね。そうですね、はい、今日来ていただいております、その方がこちらです。よろしくお願いします。じゃあ、はい、お名前、はい、柏木優斗です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ということで、来ていただいたんですけれども、はい、柏木くん、なんとね、実は未来のランチューバー募集で、応募してきてくれた子なんですよ。で、なんと大学生ですよね。はい、大学生、現役大学生で、役者もやっていると、はい、いうことで、結構面白いプロフィールで、足も速い。代表的なので言うと 800m が800m 1分56秒。いや戦後4分ちょい。4分はもうジャストは切れるか。4分ぐらいで走れる。めちゃくちゃ速い子なんですけども、走力もあり、まあ役者もやってて演技力もあるということで、本日は竹本にドッキリを仕掛ける役者さんとして、はいはい、やっていただこうかなと思います。で、柏木くんのことについては、次の動画で、詳しくお伝えするので、ぜひ次の動画も見ていただければなと思います。はい、この後やばいアンチとして柏木くんが登場します。登場しますね。はいはいはい、頑張ります、はい、完全に騙されてるってことですよね。そうです。あ、もう釣れたってことですよね。裏でも結構言ってますから。あれ、はい、はじめましてでこんなことさせてあれなんですけど、いや、とんでもないです。緊張はするんですけど、はい、頑張ります。よろしくお願いします。がっつりお願いします。はい、はい、チャンネルとか持ってないよね。持ってねえよ。だよね。ああ、そういう人じゃないよね。本当にただのアンチってことでしょ。ただのアンチだ。お前が嫌いすぎてここに来たの。いや、マジで。ある意味すごくない、その俺のパワーも。え、それ以外なんか俺が嫌いな理由ある？直せるところは直すわ。そうだね。髪、顔、服装。全部じゃなくて。まあじゃあ今日はね、ちょっと勝負していきたいと思うんすよ。こんだけね言われたんで、僕もねさすがにこの喧嘩買おうと思うんすけど。そうだね。距離をさ、なんか別にいくらでもいいよって言ってたじゃん。うん、いくらでもいいよ。ここさ、一周300なのよ。うん、300とかでもいい。全然いい。俺得意なのよ、結構短い方が得意なんだ。うん、じゃあ300でやる。マジで？うん、勝っちゃうこれ。じゃあもう300でやりますか。うん、やりますよ、やりますよ。で、負けたらじゃあ俺の言うこと聞いてもらうよ、マジで。何でも聞くよ。でしょ。うん、じゃあ土下座してんの。全然。この2週間俺結構苦痛だったからね。なんかめっちゃ DM って、まあ、ずっと言ってたもんね。勝ったらなんか竹本にやってほしいこととかあります？いや、それまで考えて。ああ、いいよ、考えてて。ああ、俺が勝ったら土下座。ポップライン、ポップライン。じゃあスタート間近ですけど、はい。竹本さん、なんすか。いやいやいや、なんか格好持ってんだと思って声があって。え、走ったことあんの？靴新品っぽいけど大丈夫？これに、これのために買ってきたの。うるせえよ、口ばっか回してんじゃん、足回せよ。いや、まあ、うまいこと言ってるけど。なんかそんな言われる筋合いないんだけど。え、経験者もしかして。うるせえですよ。とりあえずでも早速もうこのくだらない戦いね、終止を打ちたいと思います。はい、おもんな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 い。別にお前も面白いこと言ってねえからな。位置についてよーい、スタート。
対やってたわ、絶対やってた。最高っす。いや柏木くんね、やっぱりね演技も最高だし走りも最高。ありがとうございます。やっぱね1分50秒台 800m、 1500m 4分1秒とかね、はい、2秒だよね、はいはい、さすがです。竹本さんお疲れ様でした。お疲れ様です。いやさすが、はい、完璧、完璧でした。全てが森からロッケからも最高だったし、ありがとうございます、うん、走りの実力もやっぱり高さん、お疲れ様です。お疲れ様です。ちゃんと、うん、挨拶した方がいいね。はい、うん、柏木ゆうつと申します、はい、よろしくお願いします。さっきと全然違うんだけど、はい、どういうこと。考えてみて、いろいろあるよ。会ったことある？ない、ない、ない、ない。 DM を僕ら、ん？あ、DM 送ってたの？まあ、D です。未来のランチューバーで応募してきてくれた柏木ゆうたくんです。ありがとうございます。よろしくお願いします。これからよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どういうこと？未来のランチューバー兼俺のアンチなの？あ、違います。アンチは、本当です。あ、ごめんごめん。アンチが嘘です。嘘ですね。アンチが嘘なの？はい。全部、全部嘘です。あ、今日のは全部嘘です。全部嘘です。彼が未来のランチューバー？なんかぐちゃぐちゃになってる。なるほどね。わかった。なるほど、わかりました、だいぶ。圧倒的に速いんだよ。俺ね、ぶっちゃけ短距離じゃあんま負ける気しないのに、最初に100で離されたから、ね、びっくりしたよ、マジで。まあ、現役ですから。なるほど、はい、いらっしゃったのね、未来のランチューバーが。いらっしゃいました。ありがとうございます。はい、何名かご応募いただいた中 の、はい、あの1名様ということで。なるほどっすね。はい、じゃあ僕に勝ちましたけど、何かお願い事ありますか？もしよかったら、弟子にしてください。おいや、ええねー。この2週間は D がやってたんですか？通りでうざかったんだよ、結構。体感してわかるけど、最速になり得る、ね、全然なり得る。だって、ね、短いの強いっしょ、多分。短いの強いから。短いのは割と得意。そう、スプリントあるね、多分、うん、短いのからこなしていって、徐々に。ゆくゆくはマラソンとかね。はい、ゆくゆくは長い距離も。そこら辺の、そうね、詳しいパーソナルの部分は、次の動画ですね。じゃあ2個目も撮るのね。2個目も撮ります。この後もあるんですね。はい、なるほど。次の動画で詳しく根掘り葉掘り柏木くんに関しては言っていきたいなと。あ、情報探っていくと。はい、思います。なるほどね。はい、ちょっと間に入りましょうか。はい、はい、で、柏木くんのチャンネルは、もう立ち上がっているので、ぜひ概要欄でご覧いただければなと思います。本格指導はこの後徐々にやっていくっていう形になるので、ぜひね、柏木くんどんなランチューバーになっていくのかっていうのを僕らの視聴者さんからね、まず応援していただきたいなと思います。よろしくお願いします。はじめまして。はじめまして。やっとさっきなんて言ったっけ。橋本。よかった、未来のランチューバーがあんなんでじゃなくてよかったの。まずね、心苦しく言ってました。あ、全然全然。なんかでも気持ちこもってたけどな。では終わりましょう。 See you next stop ランニングゾーン。おお、ちゃんとできてるじゃん。ちょっと 1000m 抜き打ちでちょっとチェックしようかなと、やっぱ皆さん好きなんでね。ランナーは足早い。